皆様、大変長らくお待たせいたしました。さあ、本日7月31日、ついに千年決戦編、アイゼン様がやってまいりました。さあ、まずね、まず課金するわこのショップで、ここら辺をね、買っていきましょう。強化の雫でしょ。リンク強化薬。2400。そしたらこれで75個受け取れば2500。さあ、行ってみようじゃないの。まずは単発無用、あとはもう10連です。さあ、初回ステップ1無料。メモしなきゃ。お前の名は氷林丸、そしてお前は俺の残白刀だ。はい、どんどんいきます。ステップ2、ようこそ私のソウルソサエティへ。シャーシャーええだろ、今日から叫んでいいだろ、シャー叫ばしてくれ、これは叫ばしてくれ、許してくれ、うるさいとかコメントくるけど許してくれちなみに俺はもうこれからだと、あとは3体出るまで、他の、ヤマジーとソイフォンが出るまで引き続けます。このチルチちゃんから逃げられない。どんどん行こう。今はアイゼンが出るテーブルかもしれん。ステップ3。ようこそ。ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。いやー、ちょっとどうしたの俺。どうしたの？アランカルクイーンセイールフォルトグランツだ。いや、マジでどうしちゃったのよ俺。ようこそ僕のブレイブソウルズへ。3分。かつてないスタートダッシュを切りました。これでソイフォン来ちゃったら俺早々に行って、いや、そんなことはねえからいいや。
そんな。じゃあ行こう。ステップ4。いい流れだよ。俺は俺だ。そしておめえもその一部。それだけだ。京都市がね、レベル間なんですね、すでにね。飛ばしたいとこだけど、まだね、例えば千年白夜とか欲しいんで。京都いちご、京都オレンジ、あと誰がレベル1だったんだっけな。千年筆がやるか。3分。メモしてなかった。1対1じゃ勝ち目ないって言ってんじゃん。はい、京都いちご。ステップ5。さあ次は確定ステップ6。ようこそ。この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。いやー、やっぱ相変わらずかっこいいね。しびれるね、これはね。駒村来い。お前の名は2で2枚来て、まあ、闇鍋は全部持ってるんですけどね。うなる。いや、これでね、そういう本出るまでが長いっていうね、まあよくあることですよね。さあここからはステップ7。延々に続くステップ7。連続で引きたいんだよな、一個一個戻るんじゃなくて。80連。賠償一切怪人となせ、友人弱化。心山地ですね。山地違いですね。これ2%の方だからもう飛ばします。あ、いいか。ちょんちょんいった。持ってるんですけどね。日照寺が来るのはそうそうないからね。心山地。90連。いいよ。僕を誰だと思ってんの。御帝13隊総隊長、京楽春水だよ。これでね、僕レベル4ですね。君は一人なんか。京楽サインどうせだったらあげたくなっちゃうな、これな。前、
はい、京楽さん。100連目。110いきましょう。ようこそ私のソウルソサエティへ。いい流れだよ、これはガキ、いい流れだよ。2体目、ふ、いや、トイフォン出るまでに5体出てもいいよ。もう一回ようこそ言われてもいいよ。本来ここで例えばそのアイゼンも1体だけでいいっていう人はソイフォンだけ狙うんであればピックアップを狙うべきです。今回僕は、ソイフォンと、アイゼン2体欲しいんで、そうすると 1% になるからここで引いていくと。2体以上欲しければこのガチャを引くべきです。さあ課金の前に僕はここまで貯めていた、ここにこの前ね、あのイチゴのイチゴ狙いで全部使い切った霊玉をさらにまた貯めてきたんで全部受け取ってみましょう。110から、じゃあ101から僕はどこまで増えるか。この1週間で霊玉を貯めてきたぜ。1300まで出た、いいね、俺頑張った。120連目。もうここは全力だから俺。ようこそ私のソウルソサエティへ。うん、よっしゃー。よし、これはいい、いい流れ。エッサクタ正解だ、エッサクタ正解だ。大グレン漂流丸が完成すると俺は少し老ける。千年筆が、これもねみんな欲しいキャラでしょうね。僕はもうレベルマンなんで、まあもうお腹いっぱいですけど。やべ、来てるよ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 、仕上がってるよ仕上がってるよ。頑張るあなたは美しい。130、140。この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。ゆえに、いやマジ何度聞いてもかっこいい。俺の来い、命を捨てて振るう刃で守れるものなどないと知れ。僕はヘビや。このね、駒村とピアクヤが相反すること言ってるっていうね。
痛くて。いやでも琵琶湖屋も2体目ですね。5万かけてゲットした琵琶湖屋が2枚目ですね。150連。強さへの憧れがある限り俺はどこまでも強くなれる。ショートオレンジはね、この前レベル満になったんだよね。京都オレンジレベルマンは相当強いっすよ。すすれフォルニカラス懐かしいザイルですね。心ザイルですね。真っ白キック。どんなザイル。コロザイルもね、出た当初は人気でしたよね。160。今日は数え間違いない。よっ、ようこそ。強さへの憧れがある限り俺はどこまでも強くなれる。京都レンジャーそのレベルマンな上にこの前フル継承になりしましたけどね、それぐらいに強いと思います。飛ばさない、危ない危ない。メオトマン4が出たらポチッと押していいけど。じゃあ久しぶりにあれをやるか。俺様の突きつきは前よ。ついてる。追いかき。1万でしょ。2万。3万。4万。はい、とりあえずね、今残ってる iTunes カード的に4万入れました。んでね、メダル俺残っ、そう、メダル残ってねえんだなぁ。で、戦菊、あー、ダメだ。とりあえず行きましょう。170連ですね。いいよ。俺の確かせで全部ぶっ飛ばしてやるよ。この剣士もね、最初分かってないでしょ。神ってことは何だってできるんだよ。この雪はもう何体もいるんだよな。で、この雪をって2%のやつか。
と170が折れました。180。いい連続。ようこそ。俺の確かせで全部ぶっ飛ばしてやるよ。めっちゃ演出飛ばしてもう3体出ないの確定だからめっちゃ飛ばして。あとあれかな、闇ダメですね。強楽さんがあと1でレベル、まあと白夜は上げれば上げるほど強いから欲しいかな。今まで1だったから。ですよな、上げても意味ないし、ほんと。そうですね。さあ、190連目いってみましょう。どうしちゃったよ。大グレン漂流丸が完成すると、俺は、少し老ける。7人目の室外屋さん。まあね、仕方がない1% 狙いだから、要はソイフォンとアイゼンの 1% 狙いだから、それ以外が出るのはまあ当然でしょう。平和のようこそ。ようこそ違いなんだよな。ようこそ私の。ああ、室外狙いやったらもう歓喜なとこなんだけどな。さあ200連目。これね、節目って結構ダメなんだよね。もう節目気になることが多いんだよ。さあ210連いきましょう。もらうぜお前のフルブリング。近所ワンチャンレベルマンになるかも。お前の名は漂流丸。これで闇ダメ出てないのはいないか。もう全員出たか闇ダメ。京都レンジ、京都レンジ、ああ浮竹さんだけ出てないか。そうだね、浮竹以外は闇鍋コンプしてる。210、じゃあ220。すげえ二次率だな。僕を誰だと思ってんの。御帝13隊総隊長京楽春水だよ。これでね、強楽レベルマじゃないかな。敵の手。もうあと浮竹さんだけなんで申し訳ないが、ポチポチ。ちょっと見てみようか。あ、いや、あとにしよう。230いきましょう。俺の確かせで全部ぶっ。あ、来た来た来た。240。
いやー、そういう本来ないね。250。連続金。今ね、手元に iTunes カードないから、俺買ってこようかな。ちょっと、一回、録画止めます。5万課金できるようにしといた。というわけで、1万。5万。よし行こう。俺の本気さがわかるだろう。260。3連続金。270。どうした？どうした？どうした？280。ワンダーワイス。2% から来たからね、これね。ワンダーワイス。ワンダーワイスはとっくにレベルまですからね。290。流れを変えたい。ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。山爺は今回強攻撃タイプなんで、ぜひ上げたいとこですけどね。さあ、ここからまさかのアイゼンがね、2枚来るなんて。っていうことがだって実際あったからね。新年以上がやたら出るみたいなこともあったからね。もらうぜ。はい、ヤマジーと銀城。これでね、銀城は間違いなくレベルマですね。300連。まさかね、2回も300連引くとはね。やっぱね、その100、200、300はどれもね、金なんですよね。310いきましょう。これが金持ちの力だ。いや、ちょっとそれはきつい。いや、金持ちの力とか言ってっけど、いや、それでもね、それでもやっぱね、お金はお金だからね。心に来るからね。ただ触れるものすべて跡形もなく消し飛ばすのみ。さあ、ヤマジーとアイゼンがレベル3になりました。なかなか胸熱な展開になってきました。俺は俺だ、そしておめえもその一部、それだけだ。
2体目の京都一号もレベルが近づいてきたよ。貴様では私神330。この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。駒村ね、次でレベルまだね340。さあ最初の4周年ステップアップを超えますね、これでね。350。戦いには2つある。命を守るための戦いと誇りを守るための戦いと。強さへの憧れがある限り俺はどこまでも強くなれる。ちょっと一部笑えてる。いやー、3枚抜き嬉しいんだけどな、ちょっと違うんだよな。360。やばい、もうお金がない。もらうぜ。銀城と失礼。また課金をせねば。そういう本が出ない。そういう本出ないよ。370。強さへの憧れがある限り。京都オレンジ、効果。京都効果。京都一号だからな、違うんだよな。ちょっと課金の準備してきます。さあ僕は言ったら必ずやるよ。した自分で今何回課金したか分かんなかった。今この21、2、3、4、5、そうだね、5回ね。いやほら、ガチだぜガチだぜガチだぜ。最高か、過去最大課金となっております。
380連目。ようこそ来てくれ。私の春光は風。ようやく紙死にの槍は最長の残白刀やない、最速の残白刀や。3分しか持たねえんだよ。ここまでだ。380連。これって今、また雫もらえんだ。わふう、いっぱい雫もらえるぜ。技が498でしょ。鍵やたら増えたと思ったらこのせいか。しずく500個増えたわ。さあ結果としてはですね、結構出ましたね。入手でその初っ端にアイゼンが来て、で計アイゼンは3体、ヤマジーも結局2個目で来て、ヤマジー3体、駒村さんが 1,2,3 3体か、もともと1体いたんで、レベル4、京楽さんがもうそこで混ぜていくか、数えるか、メモしてた方で数えるわ。全部で星5が 1,2,3,4,5,6,7,8,910、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38。380連で38体だから 10% っすわ。確率的には相当出てた。まあ体感としても出てたけどね。じゃあレベル上げようか。もともと3だった京楽さんがレベルマップ強い。誰がレベルマンになったんですか。銀はレベルマンでしょ。京都一号、京都オレンジレベルマン、あ、銀城、銀城、銀城混ぜてなかったんだけど、すげえ変える。銀城レベルマン、これまた全然使ってないんだけどね。
先生はなーって、まあ、これ逆やか。白夜は一体してね。まあ共闘鉱山もレベルまだし、まあ、今後ですね、僕はピックアップで、アイゼンを引きます。残り2体いやー引いたわ、かなり引いたわ、お腹いっぱいだわ並べるか。最初ね、まさかのなんか流れでどうなるかと思ったけど、やっぱり大量に引きましたね。はい、全部引くまでに380連、そして38体の星を手に入れました。いやー、さあ次にアイゼンが来るのはね、遅いんですよ、ピックアップが。8月18日何曜日だろうな、8月18日日曜日、日曜日に俺レベル前にしますから、それまでまた霊玉貯めて頑張っていこうと思います。今回は、アイゼン3、山爺3、スゴン1頑張りました。今回はここまでです。以上、ドクターネックスでした。お疲れ様でした。よし、頑張っていこう。